死亡したのは橘ひなたさん。無理、俺みたいにどうしようもないやつが何しろって言うんだよ。だったら頑張って、それで10年後も私と一緒にいた。ひながいない世界とは言えない。だから俺が守る。竹内君のことは全部本気だから。ひなを守ると俺は約束したんだ。ひなには絶対手出す。私の好きな竹内君だから。10年後絶対会いに行くから。東京リベンジャーズ。